ハンス・ウィルヘルム・エベルリング初代党首ドイツ社会、同盟はドイツの保守政党。旧ドイツ民主共和国の領域で活動している。東ドイツ民主化の過程で生まれたグループの一つで1990年1月20日、創設。西側的、キリスト教的価値観に基づき福祉国家を解体することを求め、極右、ネオナチを別にすれば、最も右派的とされる。 東ドイツ最初で最後の自由選挙となった人民議会選挙では、ドイツキリスト教民主同盟、民主主義の出発と、政党連合、ドイツ連合を結成し、強硬な反共主義を訴えて六点三パーセントの得票で二十五議席を獲得、前線した。自らの立ち位置を国民保守主義だとしており、極右とは距離を置く一方、バイエルン州のキリスト教社会同盟に近いとされ、 実際に選挙協力の計画もあった。しかし、ドイツ再統一後は失速し、連邦議会及び各衆議会選挙では議席を獲得できていない。最近の得票率は1%にも及んでおらず、身に正当化している。なお極右ではないが、共和党には近いとされる。2006年に、ザクセン衆議会のドイツ国家民主党所属議員1名が移籍してきたことにより、 一時的に衆議会議員を要したが2009年に再選できず再び衆議会の議席を失った夫・シュトラッサー。1950年代、ドイツ社会同盟の集会にて第二次世界大戦の後、1950年代に夫・シュトラッサーが西ドイツで設立した民族主義・社会主義政党もほぼ同一同盟である。このようにドイツでは 社会の語が右翼寄りの意味で使われることがあり、必ずしも左派を意味しない。バイエルン州のキリスト教社会同盟も保守政党である。1990年ドイツ連邦議会選挙で連邦憲法裁判所の判決により、東西ドイツで別々に5%阻止条項を適用することとなったため、実現しなかった。ありがとうございます。